江龍太の突撃落合ファミリー。今日は落合亭にやってまいりました。はい、もう4月というのにもかかわらず、結構寒いんです。時間はですね、8時には OK という約束をいただいてるんですけども、今のところご覧ください、私のピアジェの時計が8時5分を指しております。結構時間は守らない人だななんていう感じがあるんですけどもね。こんばんは。あら、どうも、峰さんじゃん。峰でございます。待って、私今ね、今日仕事、今仕事終わって帰ってきたとこよ。ええ、どうしましょう。どうしましょう。いいよ、今電話戻ってたんですよ。5分ちょうだいで。5分。ちょっと車に待ってて。待ってる。キング入る。キングだけ入れるのね。そう、私たちはまだ外です。どうぞどうぞ。そうこれが立派すぎますよ。そう言ってくれると助かる、実は部屋が狭い。まずは皆さん、お土産でハートをつかむ作戦に、今回ですね、用意させていただきました。まず福士君にはですね、これです。あ、ドーム球場だ。ドーム球場だ。ベースボールゲーム、どうですかこの。けどさ、ここ白くないよ。白くない。ここドーム白なのに。あ、すみません。じゃあ次いきます。なんていうの、ありがとう。じゃあ続いては、ピッチングマシーン。マシーン。どうでしょうか。何これ。いや、これは球が出る。球出て、これ打つという。これはどうでしょうか。あまり野球には興味ありませんか。やってないもん。そうか。わかりました。わかりました。野球に興味はない。何今度。森ね。あ、いいね。これほら。これはいかがでしょうか。これこの間ね、ちょっと欲しかったの。服ほら。ほら。あれはパパが好きそうなね。違うじゃん。これね。これね、これはどう、気に入ってくれた。うん、気に入ったね。これ欲しかったよね。わかりました。